富安竹宏にバルセロナ遺跡が浮上、ラフィーニャとトレードか。アーセナルに所属する富安竹宏、バルセロナのラフィーニャのトレードが浮上している。ウィング強化を目論むアーセナルは、ラフィーニャの獲得に関心を示している。バルセロナは右サイドバックを強化するため、長い間、富安を追跡していた。富安の市場価格はラフィーニャよりも安い。 約35億円と約70億円であるため、バルセロナは補強プラス遺跡金で財源的にも最適な取引だ。一度は行く価値はある。坂の控えに70億まあ、所詮噂話でしょ。行かない方がいい。嬉しいニュースだ。二部降格の噂あるだろ バルサー、富康、みたすぎる。怪我で消滅審判買収問題でボロボロだよ。富、怪我しっかり治してね。